モモです。リリです。モモ&リリです。こんにちは。さあ、こんにちは。さあ、こんにちは。さあ、こんにちは。こんにちは。今日はね、小松菜の成長、成長を見てみましょう。今日は今日それだけで帰るの？いえ。まずはそれです。まずはね、前回植えたのを早く見せて、早く見せてあげたい。見て見て。すごい束になってるけど。小松菜さんがこう二胸に生えました。すごいね、無農薬の、しかも土も何も整えてない状態で生えたね。束が出ました。イエーイ。で、ここからもう一回そこ座って、はい、ここからですね。ここからこの小松菜しゃがんでこの小松菜さんをですね、少し間引いて隣の胸に移して、育ちやすいように空間をね、はい、設けていきたいと思います。何かしてたね、はい、今虫がおったんで、ね、で2胸分あるんで、それをまずやってから、やってからまたあの続きですね、奥を見てもらったら分かりますけど、ここのところを続けて、工事現場みたいになってる。今日はこの横の胸にこう沿って、あちらぐるーっと端まで行けばいいですね。端まで行きますね。今日は端まで行けたらいいね、とりあえず、うん、さあやっていこう。 Go! Go!、うん、ね、結構いっぱいあるやろ。あいつらやったら刺さるもん。あいつらはね、元の大きさと重さと鋭さと愛しさと切なさと。え？そういうことじゃないの？見た目が小松菜じゃなくて貝割れになってる。イエーイ、貝割れ。水やりしていきたいと思います。水やり、ここにね、指入れした、うん、そしたらほら、いい感じに出る。さあ、お昼休憩。飯ちょうだいなめこの前に、飯飯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 。今日はバター飯。なんだこの子。バター飯、バター飯。保冷剤がでかいんだけど。いや違う、多分何かが上にズカっていったじゃん。あいしょ、お茶がぬるい。すっごいあったかい。あつ茶になった。あつ茶、あったかお茶じゃなくて、あつ茶。あつ茶、うん、あつ茶。あ、わかった。おむすびコーヒー、穴は中でも大丈夫。大丈夫、イノシシが掘った穴、ネズミのやつ流れてる、大丈夫。本日の成果を見せたいと思う。はい、今日の成果です。こんなに入りましたよ。わかります？何メーターぐらいかな。何メーターぐらいだろうね。あっちからこっちくらいが50メーター走ぐらいあるのかな。ここ20何メートルだったね。じゃあ25的な感覚で行ってもらって、であっちが50くらい。でも50があっちぐらいまでだよ。そんなもんじゃね。うん。あ、あと今日の成果はもう一つ、あの小松菜さんを間引きして、もうちょっと間隔を空けて、ちょっとこんな感じ、はい、ふさふさなってたのを
並べましたよ、綺麗に。ちょっとね、1列になったり2列になったり、ちょっとちょっとね、あのうねが短かったですね、思ったより。こっちはうねじゃなくなってきてますもんね。さあ、今日はこんな感じでした。お疲れ様でした。